どうも愛嬌です。今日はですね、ハソメのメリノールの靴下を2足紹介したいと思います。防寒系の動画をアップするとですね、ツーリング中に足先が冷えるんですけどどんな対策されてますかっていうコメントをいただくことが結構あります。僕は基本的にコメントには返信しているので、そういう時の返信内容としては厚手のブーツを履くか、もしくはオフロードのブーツは結構防寒性が高いよということとか、あとはモンベルの厚手のメリノールの靴下を履いてますというふうに返すことが多いです。あとはワークマンとかでもメリノールの靴下っていうのは売られているんですけれども、例えば近所にワークマンがないとか、もしくはモンベルの靴下ちょっと高すぎるという人におすすめしたいのが今回のハソメのメリノールの靴下になります。まずはね、なんでメリノールがいいのかっていうことを簡単に触れてから商品紹介していきたいと思います。はい、まずはですね、メリノールの有用性から解説しておきたいんですけれども、メリノールは保温性と調湿性が非常に高い素材になります。それにプラスしてですね、消臭性が非常にあって匂いがつきにくいんですよ。なので登山の時とかに関しては2、3日同じインナーを着用していても匂いが発生しないなんてことが言われています。実はですね、ブーツを履いた時の足の匂いに関してちょっと以前悩んでいた時期があります。その時はですね、Amazon とかでいくつかの靴用消臭剤とか取り寄せて使ってみたりしたんですけれども、結局ね、正直解決しなかったんですよ。そんな時にですね、モンベルに行ってメリノールの靴下を買って試してみたんですけれども、見事に足の匂いが発生しなくなったんですよね。冬時期に関しては蒸れやすい保温性の高い靴とかを履くことが多いと思うんですけれども、調湿性が高いので足が蒸れにくいですし、匂いがつきにくいメリノールはね、靴下として最適な素材なんですよね。あとね、今回ハソメというメーカーさんの商品なんですけれども、ハソメってそもそもどんなブランドなんだよって多分知らない人の方が多いと思いますんで、軽く紹介したいと思います。それではね、ハソメというメーカーに関してお伝えしておきたいんですけども、ハソメはですね、2015年に設立されたメーカーさんで、アメリカとかイタリアとかのスポーツメーカーの靴下を OEM で製造していた工場なんですよ。で、2021年にですね、日本のアマゾンに出店して同時にハソメというブランドを立ち上げた経緯となります。僕は基本的にどこの誰が売ってるのかわからないような中華ブランドの商品っていうのは信頼していないんですけれども、きちんと自分たちのブランドを持っていて、そのブランドをね、ちゃんと育てていこうというふうに頑張ってる中国のメーカーさんっていうのは結構信頼してます。それではね、ハソメの靴下を紹介していきたいと思います。今回はですね、僕が数日実際使ってますので、その時に感じた保温性とかもね、お伝えしていきたいと思います。はい、まずはこちらです。こんな感じの箱に入って納品されます。モデル2306というモデルみたいですね。中身を見ていただきたいと思います。はい、中身がこんな感じになります。2023年の秋冬モデルの靴下の中で一番厚手で保温性が高いハソメの靴下がこちらになります。サイズはですね、 L と XL があるんですけれども、 L は23から27、 XL は27から29という表記になってます。ただね、この届いた箱、この箱にはですね、23から25っていう風に書いてあったんですよ。僕足が 25.5 から26ぐらいなんで履けないじゃんと思って履いてみたんですけど、全く問題なく履けました。おそらくこの L サイズの方で27センチぐらいまでの人は履けると思うんですけど、23センチの人は履いたらちょっと大きいんじゃないかなと思いますね。こちらの商品は2足セットで、1足はね、僕が実際に履いたりして使ってるんですけれども、色がですね、ダークグレー2足のセットとダークグレーとライトグレーの1足ずつが入っているセットが用意されてます。価格はですね、1880円ですので、1足あたり940円、ワークマンのメリノールの靴下より安いんですよね。で、こちらのですね、メインの生地なんですけれども、こちらはアクリルとウールを混合させて作ってます。ウールだけだとどうしても強度が確保できないので、だいたいですね、メリノールの靴下って何かしらの素材と合わせて作って強度を確保するんですけど、
結構ねナイロンとかと混紡することが多いんですよね。こちらはアクリルと混紡されてます。でなんでアクリルと混紡されているのかというと、これ新素材らしいんですけれども毛玉ができにくいようにしてるみたいですね。でさらに高ピル加工っていうのがされていて、これ薬剤につけるような加工なんですけれども、素材同士の摩擦を低減してですね毛玉ができにくいような加工になってるんだそうです。僕実際にね足先の冷え対策とかでモンベルの靴下ずっと推奨してきましたから、たくさん持ってるんですけど、もう毛玉はね軒並みできます。でこれも毛玉ができにくいということなんですけれども、ウールが入っている素材なんでできないっていうことはないと思います。なのでアマゾンとかでですね電動の毛玉取りっていうのが売ってますので、だいたい1000円から2000円ぐらいで売ってるんですよ。それね1個買っとくとすごく便利だと思います。でこの靴下の裏地なんですけれども、実際に見ていただくと、まあ、こんな感じになっております。これはですねパイル地になってるんですよね、まあ、タオルのような生地を想像してもらうといいと思うんですけど、これ保温性吸湿性クッション性にすごく優れてるんですよね。でこの足先のですねかかとの部分と、あとこの指先の部分、これね生地の色が切り替えられてるんですけど、この部分はね強度を増してるんだそうです。やっぱねどうしても指先の部分とかかかとの部分っていうのは穴が開きやすいと思うんですけども、こちらはですねおそらくなんですけれどもナイロンを混紡した生地を使っているんだと思います。で肝心の暖かさなんですけど、僕ね実は今も実際履いてるんですよ。でこれね正直初め足を入れるまではメリノールの割合が少し少ないので保温性どうなのかなと思ってたんですよ。ただねこれパイル加工をしているので保温性を高めていることとか、これあと生地がねかなり分厚いんですよね。なので登山用のごく厚手って言われるようなメリノールの靴下と同じぐらい暖かいと思いました。で洗濯に関してなんですけど、まあ、僕が今履いている靴下はですね2度ほど洗濯してます。本来はネットに入れて洗濯した方がいいと思うんですけども、普通に洗濯機にぶち込んでですね洗濯してるんですけども、特に問題はなかったですね。はい、続いてはこちらです。こちらはですねモデル2208という商品になりますね。実際中身開けていきます。袋はねチャックになってるんですけど、こんな感じのところに2足入ってます。こちらも2足セットですね。はい、こちらになります。こちらはですねハソメが2022年の秋冬から販売しているモデルで、ハソメの靴下の中ではスキー用とか、まあ、スノースポーツ用として売られてます。でサイズは L と XL があるんですけど、 L は25から27、 XL が27から29となってます。こちらも僕は L サイズを着用してみたんですけども、まあ、25.5 から26センチぐらいの足の僕が履いて全く問題なかったです。でこちらもですね色が2パターンあるんですけれども、こちらはグリーン×ブルーっていう色なんですよね。でこれの2足セットっていうのと、あと別パターンでイエロー×オレンジっていうのがあるんですよ、まあ、それの2足セット、それとイエローオレンジとグリーンブルーが1足ずつ入ってるセットが用意されてますね。で価格は2480円なので1足あたり1240円となります。でこちらはね生地の割合が結構違うんですよ、メリノウールが 50%、 ナイロンが 30%、 アクリルが 20% っていう割合ですね。まあ、メリノウールとナイロンを混ぜることで強度を増してるっていうのがまず一つあるんですけれども、足の甲のところ、ここ一部ね通気性を良くするためにメッシュが使われてるんですよ。このあたりはねおそらくアクリルが混紡された生地を使ってるんだと思います。で靴下を裏返してみるとですね、こちらの前側と後ろ側、足の裏側、ここのところにね、まあ、さっきの靴下と同じようにパイル生地が採用されてます。パイル生地っていうのはクッション性もありますので、スキーブーツとかをギュッてやった時に、まあ、クッションがついてるので痛くなりにくいっていうのがあるんだと思うんですよね。で、まあ、やっぱ足の裏に関してはこういうパイル地が採用されることで歩いてる時のクッション性っていうのも増します。で形状としてはですね、この上の部分から下の方に行くにあたってちょっとずつ細くなるテーパード形状が採用されていて、まあ、これ上の方まで伸ばした時に下がりにくいような形状になってるんですけど、かつですねこれ適切な着圧がかかるようになっていて、疲労軽減効果なんかもありますね。こちらはですね膝下ぐらいまでのロング丈なので、できるだけ広い範囲を暖かくしたいという人におすすめですね。でこのモデル2306とですねこれ比べると、これは生地はもう中圧でといったところですね。
で、メリノウールの割合はこちらの方が多いんですけど、保温性に関してはこちらの2306の方が高い印象ですね。ただ両方とも履き比べてみると、まあ、こちらも蒸れることはないんですけども、調湿効果に関してはやっぱメリノールが 50% 含まれているこちらの方が高いように思いました。で、アマゾンの表記だとこちらの方は手洗いのみっていうふうに書いてあるんですけど、こちらのパッケージの方には洗濯の表記あるんですけど、これ洗濯機 OK って書いてあったんですよ。で、僕も実際これ洗濯2回ぐらいかけてるんですけども、まあ、特に問題はないですね。まあ、本来はこれもネットに入れた方がいいと思うんですけど、まあ、普通にぶち込んで洗っちゃってます。ただですね、靴下脱ぐ時ってうちの子供なんかもそうなんですけど、裏返したまま洗濯機に入れる人いるじゃないですか。で、これ裏返すとですね、結構こんな感じで毛足が長いところがありますので、この状態で洗濯しちゃうと引っかかったりすることはあると思うんですよね。なのでちゃんとこうやった表の状態で洗濯はした方がいいと思います。はい、というわけで今回はハソメのメリノールの靴下を2足紹介いたしました。ツーリングに行った時にちょっと足先が冷えるんだよねって言った時に、ブーツを変えたりすると結構お金がかかっちゃうと思うんですけど、まあ、まず簡単に冷え対策をするんだったら厚手の靴下試してもらうのが一番安いと思いますんで、こちらから試してもらえたらと思います。まあ、Amazon だとね、送料無料なんで、その辺もおすすめポイントだったりはしますね。あとね、例えばツーリングに行った時とかにお食事とかに寄るじゃないですか。で、座敷を案内された時とかにブーツを脱いだ時のちょっと匂いが気になるんだよなっていう人一定数いるんじゃないかと思うんですよね。僕はね、メリノールでそれも解決しましたので、ちょっと匂い問題に悩んでる人なんかもメリノールの靴下はおすすめです。今回の動画が参考になったという方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。ツイッターとインスタグラムもやっております。概要欄の一番下に URL ありますので、よろしければフォローをお願いいたします。今回の動画でわからない点があったという方はコメント欄の方にコメントいただければ必ず返信いたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。